ニアオーナーシェフ塩澤孝義です。カイニャーは日本の端っこ、鹿児島にあります。カイニャーのほとんどのゲストはわざわざ飛行機や新幹線に乗って食べるために来てくれます。カイニャーには畑があります。僕の父親が完全な無農薬で野菜を育ててくれてます。僕は畑にいるときに料理を考えます。僕のレストランは家族3人だけの小さなチームです。この3人でベストなパフォーマンスをするために予約は8人しか受けてないんです。キッチンは僕と娘の2人だけなんですよ。14皿の長いコースにはとても膨大な仕込みが必要なんです。でもプラスチリングを活用することによってものすごく効率よく衛生的に仕込みをすることができているんです。普通の食フリーザーって冷やすだけじゃないですか。でもリリノックスマルチフレッシュの冷却能力が一番いいのは当たり前なんだけど、いろんなことができるんですよ。例えばパンの発酵、僕は営業後にパンをこねてリリノックスのマルチフレッシュでオーバーナイト発酵させてます。僕が一番大切にしているのは季節感です。僕にとってのフレッシュネスとは旬を閉じ込めることです。なぜなら畑は待ってくれ